まずはこうやって鉛筆を使って複数描いてみるよ。お顔の輪郭かな。ねえ、上手を描いてこんな感じでした。さあ次は目を描いてみるよ。それから大まな。よし、次は上手のお口を描いてあげよう。アニメーションスタジオの中では
お楽しみください。やーし。おお、みんな、またまた、こんにちは。スキャナーは今のところ。治ってるみたい。あ、僕のアニメーションスタジオどう？結構かっこいいでしょ。どうしてこんな特別な部屋で作業してるかって、それはね、僕の解体に汚れとかホコリとかがつかないようにするためなんだよ。そんなものがついてしまったら大変なことになってしまうからね。そろそろ絵の具が乾く頃だよ。あとはこの最後の1枚をスキャンしてパソコンに取り込めば、いよいよアニメーションの出来上がり。さあスキャナーがちゃんと動くかな。よーしの、あれ、うわあれ、うわ、ちょっと待って、うわっ、こんなはずじゃなかったんだけどな。うわもしかしてさっき言ったおかしな音ってこの音のことか。おえ、何が起こったの？どうして僕が、うっそ、これって黄色い帽子のおじさんの服だよね。すごい、めちゃくちゃかっこいいな。やったー。じゃあ僕は黄色い帽子のアニメーターってことだ。素敵なパンツだね。だけどこのスキャナーを本当にどうにかしないと。あれ、ジョージはどうしたんだろう。いなくなっちゃったよ。ねえみんな、ジョージがどこにいたか知ってる？ジョージいた？行こう、後ろ。ありがとう、ジョージ。あれ、みんなよ、みんな、またジョージ立つ姿とか左か、こっちか。おお、今なら、ね、ジョージがいたんだね。よし、ジョージ、みんな、僕のことをからかってる。本当にジョージを見たの？それともこのスキャナーを見てるの？ん？ちょっと待って、ジョージはみんなたちにそっちにいるの？分かった、今行くよ。みんな、ジョージはどこ？あっ、おお、あはははは、わかりはいないじゃない。だんだん僕に帰ってきちゃったよ。やだや、いい、わかった。スキャナーの電源を切っちゃうからね。よいしょ、これでよーし。え、あは、やったー、ジョージ見つけたから。僕のアニメーションスタジオへようこそ、ジョージ。僕はここで君のアニメーションを作っているんだよ。ここにいるのはね、みんな僕のお友達なんだ、ジョージ。僕がどうやって君のアニメーションを作っているのかを見てきてたらさ。あ、みんな、ジョージにこんにちはって挨拶してみようか。せーの、こんにちは。ジョージがすることをみんなに真似してほしいの？よし、みんな、ジョージが一緒に遊びたいんだって。さあ、前のみんな、立って立って。ジョージがすることを真似してみよう。さあ、始めて。お、みんな、ジョージが歩いてるや。みんなもジョージみたいに腕を振って元気よく歩いてみよう。
なバッチリ。よし、次は何かな。お、今度は手を叩くの。火がこっちだって。じゃあね、みんなも一緒に。お、またこっち。あ、次はシーター。グー。みんなとっても上手だって。あ、足を上げて腕を伸ばして、これできる。お、うまい。お、これはお猿さんのダンス。よし、待って、ちょっと早く。お尻を踏んで、さあみんなもそう。ポンキーポンキー、みんなとっても上手だったよ。楽しかったね。よし、じゃあみんなゆっくり座ってね。じゃあジョージ、僕は今から君のアニメを作るから、その間お利口さんしていてね。いいお猿さんでいるんだよ。何ジョージ？ああ、これ？これはね、僕が絵を描くためのテーブル。ここでジョージのアニメーションの元になる絵を描いているんだよ。おお、ジョージはいろんなことに興味があるみたいだね。何か描いてみる？よーし、ジョージが描きたいものを描いたらいいんだよ。よーし、みんな、ジョージがどんな絵を描くのか見てみようか。ジョージ、こっちこっち。さあみんな、ジョージが何を描いているのか当ててみよう。見て見て、この形、なーだ。お、みんなさあ見たことで、ありがとう。ジョージ、これ三角形で合ってる？お、すごい、合ってるて、大正解。みんな拍手。あ、本当だ、まだ続きがあった。え、ダイヤモンド？みんなはどう思った？あ、みんなもダイヤモンド？あ、シップハート。お、待って、シップハートだぞ。これなんだ？あ、怖いけどタコだ。お、本当だ、みんなありがとう。じゃあジョージ、絵が乾くようにふーっと息を吹きかけて乾かしてみようか。そう、そんな感じ。うまいぞ。みんなにも手伝ってもらおうよ。さあみんな、今度はジョージのお手伝いをしてくれるかな。準備はいい、ジョージ？よーしな。ジョージの描いた絵が乾くように、目にふーって息を吹きかけてみようか。後ろのみんなもやってみてね。次は2回、ふっふーって吹くよ。いくよ、せーの、ふっふー。やったね、ジョージ。これでもう乾くはず。みんな本当にありがとう。え、どうしたの？ジョージ、待って、ちょっとこれつけない方がいいと思うんだけど。あ、受けちゃった。君のアニメーションを仕上げないといけないからね。まずはスキャナーを直さなきゃいけないんだけど、ネジ回しがいいんだ。どこにしまったかも。お手伝いしてくれるの？ありがとう。でも大丈夫、ジョージはうろうろしたり、いろんなものに触ったりしないで、そこでじっとしててね。さてと、ネジ回し、確かジョージ、ジョージ、それはねじ回し。
あ、当て違う、同じマウスだ。僕たちの周りにはいつだって美しいものがあることを教えてくれるんだ。それはアニメを作るための素敵なアイデアだと僕は思うよ。だけどその新しいアニメに取り掛かる前にまずはこれを仕上げないと。さあ、誰のためにはネジ回しだ。どこだ見つけてくれたことか。お尻あはあったはジョージとみんなのおかげだよ。助かった。これでスキャナーを直して君を絵の世界へ戻してあげることができるよ。ちょっと待ってね。ジョージ、大丈夫？さよならを言うのは少し寂しいよね。だけどこれは本当のさよならじゃないよ。だって君のアニメを見る時にはまたみんなで会えるからね。じゃあさよならは言わないでおこうか。みんなで一緒に手を振ってジョージまたねって言ってあげよう。せーの、ジョージまたね。さあジョージ準備はいいかい？ OK。 帽子の中に飛び込んで君が絵の中に戻れるようにスキャンするよ。お、ジョージ大丈夫？おお、うん。さあスキャナーはもう治ってるはず。大丈夫だよ。え、はい。ダメだ。わあ、ちょっとこのバカつでさっきと全く同じだ。あ、うまくいった。ジョージが絵の中に戻ってるやん。どうやら黄色い帽子のおじさんはこの服を返してほしいみたいだね。わかったよ。ほら、どうぞ。少し心配だけど、あ、やっぱりほうほうほうと、わあ、こうなることは分かってたんだけど、こんなんじゃ全然アニメの様子が、うわ、前に進まない。僕って一体これどうなっちゃうんだ。おは、よいしょ、どうだ、やったね、イエーイ。え、まずい。さて、みんなアニメーターがどうやってアニメーションを作っているか分かってもらえたかな。今日は楽しんでもらえた。僕はこの辺で失礼するよ。スキャナーの修理に取り込んだけど、あとズボンも探さないと。この後もユニバーサルスタジオジャパンで素晴らしい日を過ごし、お過ごしてね。みんな今日は来てくれてありがとう。またねー。